準備完了してあと一人お待ちください。3番さん OK。 はいはい。はい、2番さん、ラスト点呼でございます。お願いします。はい、2番さん、ルールテンプレ薬害なしです。よろしければ準備完了を。じゃあ、楽しくやっていきましょう。過度な教鞭はやめてください。一応ね、5番さんと2番さんにお願いします。過度な教鞭はおやめください。じゃあ、楽しくやっていきましょう。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、狂信者です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。はい、今日はですね、まあ、黒い人釣りたいですね。まあ、だから黒くなってほしいですね、人外は。逆に村は白くなってほしいですね。それで、まあ、白い人を残してね、返したいですね。まあ、なのでね。あとは、まあ、狼に困らせるために、アーマーやスラをバンバンしましょうね。そうですね。アーマースラってのはね、いい行動ですね。皆さんの知ってるプレイヤーやりますよね。うん。狼に困らせるからやってるんですよ。ね。女性を困らせてはいけないけど、狼に困らせるのはいいゲームなんですよ、このゲーム。当たり前のことですよ。うん。私はね、狼が、まあまあね、私が白すぎて、アーマースラする村がすごすぎて、まあね、へこたれてね、自爆する試合を見てみたいですね。狼軍団も自爆しなさい。私がこの村にいる時点であなたたちは勝ち目ないですよ。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、6番です。5番さん釣りたいかなっていうふうに思いましたね。うん、アーマー化すらをバンバンするってことなんで、でバンバン化バンバンす。いっぱいしてほしいみたいな人なんですよね。まあ、村目線濁るかなっていうふうに思ってるんで、5番さんはいらないかなっていうふうに思ってますかね。まあ、なんだろうね。まあ、5番さんがなんだろう。ローを一発で当てられるぐらいな、アーマーされてもスラされても、どんな状況下でもすごい目線を持ってる人であれば別に構わないんですけど、それであっても5番さんが村っていう証明ができないんで、だから5番さんはいらないかなっていうふうに思ってます。まあ、そんくらいかな。僕はだから、アーマーやスラはしないでほしいなっていうふうに思ってますかね。結果、ムラリがあったっていう論でしかないかなっていうふうに思ってるんで。そんくらいかな。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、6番さんの言ってることはおかしな点はないかなっていうふうに思ってますね。5番さんは、まあ確かに、ムラサラやアーマーをされたら、狼が、混乱することもあると思いますが、それ以上に、全然色が見えてない村の方が混乱してしまうから、6番さんの指摘は真っ当だとは思ってます。ただ6番さんが別にその位置に座ってたら、別に誰でもそういう発言するかなって思うので、色はわからない。ただ5番さんがそうやってムラスラアーマーバンバンしてくださいっていうことによってヘイトが溜まるってことは多分5番さん自身もわかってることだと思うから、人狼っぽくはないなっていうふうに思ってる。盤面次第では初日スライチになる可能性も別にゼロではないし、ちょっとリスクが大きすぎるかなって思うから、狼っぽくはないかなっていうふうには現状思ってます。ただムラっぽくもないかなって現状。わかんないなってまだ。一瞬だけ聞いてみてからですかね。8番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営でした。
5番さんに関しては、その位置でアーマーやスライドをバンバンして、狼陣屋を困らせようぜっていう発言は、7番さんが拾ったように、ヘイト買う発言なんですよね。だから、6番さんは、5番さんは村証明できない人物たちだから、なんだろうな、5番さんの精査も大変になるって言っているから、なんだろうな、5番さんって、まあ、役王は人外でしかないなって思いました。はい。そんな感じ。6番さん、7番さんに関しては、まあ、何もおかしいことは言ってない。以上。9番のプレイヤーが発言します。ああ、6、7、8とだんだんいい感じに進んでいきましたね。まあ、人狼殺ゲームなので、単純に思ったことを言うのもいいですけど、少し頭をひねりましょうよ。5番って、ムラスラーとかアーマーっていうのが、狼が困るべき、困るもの、困る存在だと認識しているにもかかわらず、5番ってすでにムラスラをする気がないんですよ。5番って、それが正しくて、狼が困る行動だと思うんだったら、そもそも1周目から何かしらの役職使用すればいいのに、5番ってそれをしていないんですよ。わかりますか？つまり8番の言う通り5番って役王は人外なんですよ。役職で本当に潜伏している王は人外で、狼が困るからできない。どちらかなんですよ。5番って言ってることとやってること、はちゃめちゃですから、5番から2周目何かしらの役使用ない限り絶対釣ります。何かしらの役使用あってもアーマーの可能性があるから、芯が他にいるんだったらすぐに出てきてくださいね。5番処刑するんで。6、7、8とだんだんいい感じに進んでいきましたね。8番がそこまで指摘できるのはすごくいいと思ってますよ。5番矛盾しちゃってますから。1番のプレイヤーが発言します。もう言うことはないっすね。まあ8番の印象が一番良くて、時点で9番かなっていう感じっすね。はい。まあ自分も思ってた通りの、あの5番への精査が一緒っていうのが8番だったんで、まあ8番が一番印象よく、時点で9かな。まあ大体ね、5番は2周目盤面揃ってからの5番の精査でいいと思ってるから、6番の5番を釣りたいっていうのはどうなんだろうと思ってましたけどね。何と思って釣りたいとかね、そういう思考がないのはちょっとはてなと思ってたけど。まあまあ、5、6、7は2周目かな。8、9は結構、8、9の順番で印象いいかなと思いました。はい。ド便乗ですね。8番と9番にド便乗しておきます。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい。霊能者です。5番今日釣らないっす、俺は。うん。5番で黒落ちる気がしないんで、異常に5をなんか叩いてる奴らが怪しいですね、逆に。なんで怪しい位置は6、7、8、9、1ですね。はい。広すぎてわからないです、これは。うん。100% 狼紛れてると思うんすよ。5を叩いて白くなってやろうっていう魂胆のね、奴らが、普通に。あのね、8番さん、俺、嫌なんだよね、その5が、薬王は人外って、薬王は人外だと思っても口に出さないでほしいんだよ。なんでかっていうと、人外が5に城を打つ場合もあるから、5のことを薬だと思って。で、5が村人だった場合って美味しいからさ。うん。ちょっとね、頭使ってほしいっすね。うん。なんでもね、言えばいいってもんじゃないんだよ。自分だけ命助かればいいっていうもんじゃないから。うん、ちょっと頭使おうぜ。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占いでした。9番さんにランダム白刺さってます。9番さんにランダム白です。アークお願いします。他2番さんにド便乗ですね。6から1まで。まあ、9番さんはマックス強なんで、弾くとして、6、7、8、1で、下手したら2浪いるんじゃないかなって思った。一番5番さんが、の発言でかなりここまで、それにしか話題が振られてなくて、で7番も自分は弾けるかなって思ったかな。逆に狼っぽくない。ここまでヘイト買う、実際こそなってるし、ここまで、ヘイト買った行動っていうのが、逆に狼っぽくないっていうのには一番しっくりきたので、7番弾けるかな。6、8、1、まあ、8、9番さんの言うこともわかるんだけども、2番さんにド便乗、まあ、役は人外って言わなくてもいいんじゃないかなと思った。点から6、8、1を怪しく見ています。4番のプレイヤーが発言します。ね、白、8、白、8、白ですね。3番が、
まだプロセッサーははっきりできてないんやけど、どうかな。まあ、まあ、それはおいおい、あの、グレセッサーとか聞きながら詰めていけばいいかなと思ってます。このまま5番の位置で、盤面が固まるのであれば、グレー詰めっていう形なので、もう初日はおかしなことを言ってる人を釣りたいと思ってるんやけど、あの、多分5番の発言によって、今議論展開をしていて、5番の発言って両面精査があると思ってるから、だからまあそれって5番の位置で5番がどういう動きをするかによって精査すればいいかなと思ってるかな。あの、多分7番の5番への拾い方ってちょっと安直やから、5番自身が9番、まあ、あの、3番の白石の9番が言ってたんやけど、あの、そういう見方もあるから、だから7番が片面精査だけしたのはちょっと気になるし、あの3番が7番のことを評価したのも、まあ、太いラインだけど、どうかなと思ってますけどね。はい。5番のプレイヤーが発言します。うん。まあ、陣営というのはね、極端なことを言いますからね。うん。あ、もう、じゃあ6釣って、9取りましょう。私、騎士ですね。今日は6を釣って、9。9はもう狂人、おわ、狼。あなたがやるんですよ。私がやる必要ないんですよ。あ、じゃあ6釣り。はい。6陣外ね。あなたは騎士で出るタイミングが遅すぎますよ。本当の騎士だったら準備してるでしょ。私に釣り押されたからといって出る。そんなのは騎士じゃないですよ。私がやるものではないよ。もう4番が9黒打ったら、6行って9行きます。どうでしょう。狂人がこの場面で出ないでしょ。利敵でしょ。見てわかりますよ。圧倒的な真のオーラね。9行きますよ。4番が9クロったら絶対に明日9行きます。あなたは何の立場で言ってるんですか？あなたは何の立場ですか？あなたがただの村で言うんですか？ 5 番を釣りたい。何ですか5番の黒要素は。5番は正しいですよね。あなたらしがやるんですよ。私がやるんじゃないんですよ。何を考えてんだ？やるのはあなた方がやると私は進行論で述べてますよ。皆さんがやると。私は一切ね、自分の進行論には反してませんよ。まあ、占いだとまだわからないです。今日は6行って、9行きます。9は黒だったら、まあ、教授もあり得るね、9は。黒すぎますよ、発言が。私の黒要素を上げてからですよ。私は進行論で、私がやるのではなく、皆さんがやるという意味で言ってますよ。やるのは皆さん。私が騎士で騎士すらする意味ないでしょ。9番ってのは分かってますか ?6 いって9ね。よ。6、9、黒い。6番のプレイヤーが発言します。まあ、5番さんの発言が全く分かんなかったですけど、5番さん降りないんですね。で、5番さんが提唱するのは6、9、老老の三強人っていう世界を5番さん今提唱してるんですかね。こんにちは。で、まあ、霊能に進行任せますけど、占いからのクロス声の方が絶対的に強いと思ってますけどね。うん、5番さんが1周目からアーマーやスラーをバンバンしましょうって言ってるんで、僕は5番さんがアーマーかなと思ったけど、けどそもそも論として、なんだろう、夜行は人外っていう発言をしてる人がいる以上、5をほっとけなくなりましたかねってところかな。で、2番さんがやってるそのスライディングの意味もわからないですし。ってところですね。だから5番さんがこのまま対抗として居座るんであれば、まあ、5番さんが強人っていう精査はできないけどあるんで、まあ、けどとりあえずクロス護衛の方が絶対に強いと思ってますよ。騎士ロラよりもクロス護衛をした方が絶対に僕は強いと思っております。そうね、そんくらいですかね。別に正直6から9について6から1に6から1は5番さんに対してほぼほぼ同じことを言っていたんじゃないですかね。まあ、その発言の良し悪しはあるとしても。というところですかね。だから正直、色落ちはしてないです。で、5番さんが居座り続けるんであれば、占いから行ってほしいかなっていうふうに思ってます。7番さんが指揮を取ってください。以上です。7番のプレイヤーが発言します。2番さんさんが降りるって書いてあるんですけど、なんか、これ、スラって意味ですかね。なんか、役で出てたんだったら、私、2番さん、何にも役出てるって、なんか、把握してなかったので、なんか、役職があったんだったら、教えてほしいんですよね。村なんでしょうけど。聞いてなかったので。俺9番が狼でも9番釣る。現状、やりたいのは、怒りに触れたからね。私は釣るよ、5番さんが今日私を守ってもらって。釣らない。2番さんって霊能スラだよ。霊スラしてる人。
余計なことやって、訳さなきゃ分かんないほどのことをまず打つべきじゃないっつうの。本当だとこれ、やってほしいのは5番さんが私を守ってもらって、まあ、6番さんが、まあ、て声で、で、明日は、6番さんが私を守ってもらってって感じですね。で、もし私が髪抜かれたら5番さんを、新切り進行で、5番さん釣って、6番さんは、ドラせずにって感じでお願いします。はい。で、今日は、占いでいいんじゃないでしょうか。私は入れるところは決まってるけど、あんまり発言しない方がいいので。かな？まあ、それ以上言うことないです。2番さんは、なんで霊能すらしたんかって、ちょっと手短に言えば。俺、占いでも、来てもいいんで。それすらで俺で7番神々してもらえばいいから。神々も、ヒロジャンはね、理的仕様がどうだろうかね。はい。結果勝てばいいから。占いは決め打ちってことか。負け試合はどっちでもいいからね、正直。3、4番さんに関しては。負け試合はどっちでもいいんだよ。7が弾けるかなって言った様相に関しては、負け試合はどっちでもいいよ。9番に対して、9番を狼でも9番を釣ることだけよ、使命にも。実践でも、3番が狼でも3番釣って4番に9黒出してもらうという、その初手の位置で平等化発言をしているから、今日っぽいなって思っていたが、狼でも俺は今日はね、3級コンビだとしても広島がね、6番さんの騎士使用してて、6番さんの騎士も終えるんだよね。だって6番さんって5番さんに対して、狙って正面できないんだからっていう発言を残しているから、6番さんが騎士だからこそ、なんだっけ、霊能局って、2使用ってなる場面が多いじゃないですか。だから6騎士で子に対してそういった発言を残せたのかなとも思ってるから、そう、占い審議の途中だったけど、4番さんに1点気になったところは、7が子に対して片面精査しかしなかったって言ったところが気になったかな。7に対して、なんだろうな。というか、4番さんが新占い師だったら、3が7を評価してるんだよ。3が7に対して評価意思をしているっていう目線って持てなかったのかなって。だからそもそも3が7に対して白評価を落としていて、4番さんが7に対してヘイトヘイトを飛ばした構図が、4が偽っぽいなって思っちゃってます。9番のプレイヤーが発言します。まあいろいろと進行分かってない人が多いんで言っときますけど、8番さんまずこれ占いローラーですよ。占いローラー。ただし、最初に伝う占い師で黒が出た場合は占いローラーストップですよ。わかりますか？7番さんに言っておくと、捨て声ってクソほど意味ないので、5番が7声でしょ？じゃあそれはいいから、6番は残った占い師を守ればいいんですよ。捨て声する意味がないから、7番さんよく考えたらわかるでしょ。捨て声する意味なんですか？残った占い師を守ればいいんですよ。何のための捨て声なのそれ。びっくりしちゃうんだけど。だから5番さんは多分左耳で大音量で EDM を聞きながら右耳で人狼殺を最小音量で聞いてるから多分9番の発言覚えてないんだけど、俺が言ったのは5番って自分で利があると思っていることを自分自身でやっていないから本当に役職を持っているか人外で狼の利にならないことをしているのどちらかだから役王は人外だって理由をつけて言ってるんですよ。俯瞰視点に立ってるからってよく言う人がいるけど俺ちゃんと理由をつけて本当の役職で利があると思ってるけどアーマーができない、なぜなら役職を持っているからもしくは人外で狼に不利になることができないからのどちらかだから役王人外で当たってるんで狼でも釣りますからね。ヒロちゃんの怒りがね、もうね、湧いてますからね。一回 EDM ただの村でもいいけどね、狼であっても釣りますよ。超人が狼に利的することもあるってことで9番に教えますよ。エリックス大魔王は許しませんよ。私は騎士なんですからね、決定上は。騎士すらは認めないという立場ですからね、ヒロちゃんはね。これはリア強プレイですからね。私がリア強プレイをするわけにいかないんです。役がない人がやるプレイですね。9番を釣りますよ、私は必ず。まあ、行動原理だけで言うと、2番が狼っぽくないなと思います。8番の4番の新作が微妙かなと思ってて、新郎新郎盤面以外の考えでいくんだったら、基本的には新郷新郎の方が多いのかなと思ってるんで、騎士に狼は出てる可能性が高いかなと、個人的には思ってますが、まあ、クロス声は 100ですね。5番が7番声だったら、6番は残った方の占い師ですね。黒が落ちた場合、そこの芯が確定するから、それだけは 100%、6番は残った方の、っていうのは9番と同意
かな。若干2周目の8番が気になりましたね。4番だけの審査業を行ってて、3番って、2番っていう霊能者が、霊能者、使用した段階で分かると言って、釣り位置を、1、8、6って言った人物だよね、確か。からって、5番を釣りたくなく、1、8、6からって、1、8、6の単体クロスを拾ってないのに、そういう精査をせずに、3番釣り位置上げたのに、8番っていうのは4番になきゃ殴ってる構図が、若干だけど、まあ、4番が強靭、8番が狼、4、8、ローローとかいうラインがあるのかなって2周目では思いましたかね。はい。まあ、2周目3か4、どっちか発言聞いていきますかね。はい。9番から引っかかる様子はなく、2番が行動的にちょっと、現状狼っぽくないが、2番も一応2周目の考察聞きます。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい。最近トレンドでワンツーフォーメーション流行ってて、ワンツーフォーメーションっていうのは占い1の例の2ですね。で、狼潜伏決め込んじゃうみたいな感じのやつなんですけど、それちょっと阻止したくて、俺例の出ましたね。はい。まあ、そういうことっすよ。うん。ワンツーフォーメーションっていうのは、占い1の、例の2人ですね。例の2人のうちの内役としては、強靭の例のは出ているっていう形です、ね。2番が無駄だったら俺説教だよ。うん、大神戦、それを錯覚させるために俺がスライディングしたっていう形なんで、なんでまあ、そこだけね、でそういうご了承くださいよ。不利な立場になって、現平和村になって、まあね、でもね、4、ゲームして何がつまんねん、8、4大神だった場合って、8が4の心象を下げて、4に票が流れるような行動をすること、するようなことはしないと思ってるんで、2番が村だったらさ、重量みたいなメンタルじゃダメだろう。8、4大神は切れるんじゃないかなって俺思ってるけどね。横綱にならなきゃダメなんだよ。その代わり、8、4強人は終える可能性はある。せこいてつか、俺今強人だから、まあ2番勝手にやればいいと思うけど、普通になんか、あの村だったらね、かぼっちゃってる可能性あるんじゃないのって思うから、今日の一手がめちゃくちゃでかいと思う。だから普通に、ほっといてやらせればいいんだよ。でも普通に安定ラブンだったら、騎士ローラーでいいと思うけどね、うん。俺は6から詰めちゃってもいいかなって思ってるけど、6詰めて 5が7守れるか否かって見るのもいいと思うけどね。で、占いは、クロス越えというね、あの、もう最強の占いを使ってもらってやっちゃうっていうのも手だと思うけど、うん。どうだろうね。8はなんかそんなに囲われてないような気もするんだよな。多分ね、進路はないと思うんだよね、この場面だったら。うん。ね、ほんとそうだよ。3番のプレイヤーが発言します。正直わからんが、8が4にすり寄ってきたっぽいのが気持ち悪すぎる。自分は6、8、1を初週怪しいと言った。で、6は巻き師ですけど、で、1がそこの指摘をしたから、8がすり寄ってきただけっていう状況が非常に気持ち悪すぎる。普通にクロスで占おうかなと思ってます。1、2がわからないなぁ。てか、内訳が、相手が両強、どっちもわからん。ただ、8がすり寄ってきたことから、ライン切り、2番差はないんじゃないかなって言ったけど、相方じゃない。ごめんなさい。対抗が強で囲われて、占いからって進行になったんで、まあ、すり寄ってきたのかなっていう線が一番しっくりきました。騎士は、まあ、結果、クロス越えの結果見たらわかるから、精査いらんかな。だから一応今日で見てる対抗は。だから白結果しか落ちないんじゃないかなって若干危惧はしてるんですが、そうなった場合5、6は、新郎なので、まあ結果見れば、紙結果見ればわかるはずなんで、それでいいかなと思います。そうした場合、8と8郎で5、6にどっちか。4番のプレイヤーが発言します。現状見えてる景色としては、3番強人の5、6どちらかに狼かなと思っていて、5、6だったら6番が真だと思ってますね。うん、5番手も布石を打ってるから、村はいろんなことやったらいいって、バンバン困らせましょうって言っていて、困って何かで役で出ようとしていた動きとしても取れるし、で6番が5番のことを一本釣りができたのも6番が役だからできたんじゃないかなと思ってるから。これね、正確に言う、あの俺フェアプレイしてんの、うん、人外発言なの俺の場合は。だから3番
もうあのいつもの固定のワードが出ない限り、まあ、もう人外霊能がね、それでもうスケスケの人外を提唱してるから、それで忘れ忘れでいいと思ってるけど、そういう風に見えるかなって。8番に言っとくけど、まだ3番の関して私はの時点で3番で後半に出てきてるから、強靭もあるから共同精査できてないよ。だから1日目は単体でおかしいと思ったところを釣るべきだから、1番が3番ロジックで、じゃあ3番が7番の評価値をしてたんじゃないのかっていうのは、ごめん、そこまでは落とせないですね。はい、言っとくけど基本的には1日目7番が1週目7番が5番に対してした精査っていうのはめちゃめちゃ片面精査だから、どうととも取れるから、まあ7番っていうのはまあ一角霊能者だからそれはいいんやけど、通は両面が取れると思ってるのでね、うん、だったらみんなあのああいう発言をすればいいじゃんって、悪目立ちすればするほど狼濃度が下がってくるっていうのは、その理論は逆理論でしかないと思ってるから。完璧な理論が、現状一番の色が見えんかな。適当思われても私はね、3番いきますよ。これ言いながらね、まあ誰がどう見ても3番は怪しい。若者よ、私は9番投票してます。その疑いにこちらが釣られた。私はいいですよ。番向きは釣ることが目的なんで。うん、こんなもんだね。本番が狼っぽいと思われてるだろうね。俺も投票すればよかったけど。追放されるプレイヤーは4番、4番の遺言を発表してください。もう3番ってさ、8番に黒打つ気満々やから、3番強靭って全然あると思ってるし、5、6に関してこの盤面作るのってめちゃめちゃ、例えば5、6が強靭やったら、めちゃめちゃ理的な行為をしてるから、5、6が進路って見るのが普通やと思ってるし、様の発言からもめちゃめちゃ強靭目ってあったと思ってる。で、1番がそこで8番に関して、その4番への叩きは不当なんじゃないかなって言ってくれたことは、一番、印象はいいよ。一生はいいけれど、一番自身が4、3だったらどっち行くかって明言しなかったのが気になるし、9番に至っては2周目聞いてからっていう曖昧な返事だったよね。で、投票結果は誰が入れてるのかな、うん、?9 番やっぱり私に入れてるのか。うん、で2番は私比較的白いと思っている。あの4、3ってさ、多分審議さんみんなつかなかったんじゃないかなと思ってるから、カリロラからしたいっていう意思は2番 の私は白要素かなと思ってるんよ。だって普通のこの盤面ってさ、5、6が新居で出てきた場合は、さっきも言ったように狼に対してめちゃめちゃ理的な行為をしているから、2番が5、6を進路で見たときに、カリロラするのが静寂っていう発言は2番白いかなと思ってますかね。うん。まあ、9、1が、やっぱり1番ってさ、発言濁して、結局さ、8番に私の指摘はしてくれたけど、私に入れとるでしょ。で、9番も2周目発言聞くって言ってたけど、明確化しなかった、私入れでしょ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。頑張ったのに。7番8番のプレイヤーが発言します。はい、とりあえず8白9黒5番さんは占いにスライドしたってこと。おばんさん、何なんだよ。おばんさん、村でやっててもちょっと追いたくない。なんか、おばんさんの視点追いたくないかな。ごめんね。なんでもって、さんまさん私にしろ、把握。いや、村にない。おばんさん行くよ。おばんさん行くね。だって、おばんさんが禁止使用していて、6が一角したんだよね、今。でもって、7が、5は私守りって7守りって言ったんだから、4番さんの色っ
って分かんなくなっちゃったじゃん。6番さんの騎士が機能しなくなった動きをしているから。5番さん、ごめんね。あなたが何なのかが分かりません。はい。で、4番さんが、4番さんじゃない、3番さんが陣外だった場合って、私に黒打てると思うんだよね。なんでかって言ったら、昨日の段階で、1番さんが私に対してフォーカスを向けているから、確実に3番さんが陣外だったら、1の票は回収できるから、2番さんの1周目は、8は無駄にないな、みたいな、言うなよって言っていたしね。三振ってことかな。はい、あ、5行く。9番のプレイヤーが発言します。いやー、5番さんうまいね。いや、素晴らしい動きだと思うわ。これ6、3番超えしてるから3噛み抜かれちゃうでしょ。いや、うまいな。まあでもこれ7番の自己責任だから、まあ別に4番で確定で2世落ちたと思ってるんですけどね。まあ4番で確定2世で落ちた理由言いましょうか。4番って、いや、まあ1周目では審議3、4つかんやろうねって。つかんから9番って明確に釣り位置を提示していないんですよ。それを4番さんは、いやー9番は3、4で濁したから黒いねー。あらら。これ、あれですか？ホコタテ的なやつですかね。4番さん。これ、ホコタテみたいなやつですか？あと、4番さん。いや、9は3、4で釣り位置上げとらんのやけど、2番は比較的印象いいかな。いや、2番も明確に釣り位置上げてないですよ。あの状況、2番って結局、占い投票ですか？ 2 番さん、どうしました？ 2 番さん、カレード言ってくださいよ、ちゃんと。言ったこと守りなさいよ、あなた。人に釣り位置を上げない、上げてないからおかしいとか言いつつ、2番さんも結局3、4の審議つけました？ 2 番さん。ブーメランぶっ刺さっちゃってますよ。もう後頭部突き抜けて、もう前頭葉までブーメランの先っちょが飛び出しちゃってますよ。大丈夫ですか？脳みそちょっと出ちゃってますけど。あと、1番さんもおかしくて、8番の4に対する指摘って超真っ当なんですよ。4.3 オカミで置いた時に3が7に対して票回収している動きだから、4.7 の色って割と見やすいんじゃないかって。だから俺は8番に指摘していないんですよ。1番の指摘も不当なんですよね。やれやれ。6番さん、4もや4もやですよ。1番のプレイヤーが発言します。そうか、昨日の盤面下で3番4番そこまで1周目の発言で差がなかったから8番が4番だけに殴り入れてるのは結構自然だったからね。はい、現状5番狼3番強、3番が真4番強人かなって投票的にね思ってます。5番が狼と思った理由は夜が明けた瞬間に9番黒結果を打ってるところから5番が狼と思ってます。でラストルフはまあ虹はねと思ってるけどね。はい。2番の思考で昨日の盤面下で多分3番に行くとか言ってたって思ってたから、で、4番投票変えてるんで、なんかそこはハテナと思ってますね。まあいいや。とりあえず5番釣ります。そうね。3番が噛まれますね、9番さん。はい。3番噛まれちゃうね。じゃあ5番釣ります。2番のプレイヤーが発言します。1番さん、3番さん噛まれることなんで知ってんの？あれ、おかしくね？これって4の色見えないから3狼っていう線もありますよね。1番さん、俺いいや、俺1番に行こう後で。うん、1番さんからそんな言葉出ると思わなかったよ俺。9の方がくせえなと思ったら1の方が狼じゃん、これ。9番さん、今日3番さん噛まれますよって。いやいやいや、普通に狼だったら噛まれない可能性あるんですけどね、全然。なんで噛まれること知ってるんすか？ちょっと後で教えてもらっていいっすか？はい。まあ今日5位って、ごめん6番、昨日は。疑って。あと俺が釣り位置言わなかったのは、3と4の発言聞いて、4がね、俺に対して評価しをするような動きを見せたわけよ。うん。で、1に対して過剰に殴ってるわけよ、この人っていうのは。うん。だから俺4-1のつながり見て4に出た。うん、それだけです、普通に。普通に4目線も俺おかしいからね。投票値いってないもん。うん。でもそれって俺の罠だから、普通に。うん。見事。まんまとね、4が引っかかってくれたんで。で、1番さんもボロ出したんで、俺9行かずに1行きますね。はい、今日5いきます。以上。
3番のプレイヤーが発言します。はい、4号陣外残り1。まあここがロフローだったら面白いと思いますけど、8が先の占う宣言して、自分がで表をね変えてきたんだよね。占い、すいません、これ気づくの遅くて、占われてきた強人、4号ロロ8強人だったらいいなって思ってんだけど、そうじゃなかった場合が12なんだよね。4強で1号か12なんだよね。あー、ここがわからない。正直どっちも裏に置いてた。確かに噛まれ、2番さんのツッコミは確かに、自分が噛まれない、ローだったら噛まれないよね。っていうツッコミはま、確かなんだが、まあ、今日5番ね。わかんないかな。4号ローローで。わかんないかな。終わってほしいな。1、2だったら。わかんないな。ワンチャン6番さんが捨て声で、今日守れないかな、自分のこと。そしたら1、2どっちか占いは絶対スッキリするんですが。とりあえず今日5番さん、多分噛まれると思う。はい。5番のプレイヤーが発言します。噛まれない。6番は8番守るべきってしてんだったら3級ロロ、9番が4に投票してるから4強人、212番目作れば占いから言ってくれるから、まともな霊能は。だから騎士のふりした。9番の偽要素、黒いでしょ。仮に俺が騎士すらする人であって、どうして俺が騎士すらすんの。騎士すらとはリア強プレイですよ。意味がないプレイです。騎士すらを、騎士を持ってる人が騎士すらすることはありえないんです。このゲーム内では。はい。それをずっとなんかわけわかんないことを言って、捏造してたから変だなと思って占った。八代は持ってたよ。だから8番には一切触れてない。そこと。で、9番占ったら黒だった。だから3級ロロ。噛まれません。1、2番に、どっちかに黒打たれるよ。その時に多分わかる。噛まれない。噛まれた場合には、まあ、あれは白くするためか。9番自身を白くするため。4番強人3級ロロ。もう仕事は終わったんだ。7番髪抜かれるのが、俺は2つの色をつければいいだけ。8白持ってるからね。912の色。まず9番はほら、本当に白なのかどうかを見ればいいからね。俺して。12よりは、村視点ね、隠し色に近づけた方がいいと思ったから。3級ロロ。3番の話を聞いてどう思いました？ 6 番がどうだったらいいな。こんなこと言う人間が、死んだわけないでしょ。4号ロロを追う人間。本当にこれを死んだと思ってますか？ありえないでしょ、4号ロロだったら。もうゲーム終わるでしょ。サンキューロロ。9番のずっと発言が心が怒ってることがわからないか。9番自身がおかしな発言してるんだ。騎士すらする人間がみんなにやってくれ。当たり目だろ。9番釣り。サンキュー。はい。6番のプレイヤーが発言します。はい、6番です。そうですね。僕3番さんが死んだなんて到底思えないんですけど、皆さんこれでも3のシーンを追ってるんですかね。恐ろしいな。3番さん6がローだったらって話がもう全く通じつまが合わないなっていう風に思ってるのと、4号ローローだったらいいなっていう風な発言も、4号ローローだったらどうやって勝つんですか。で、1、2に怪しい要素が拾えてないから占えば分かるんですよね。正直昨日僕7の進行通り、3声入れてないですけど、捨て声してますけど、僕、捨て声の方が利があるかなって、捨て声も利があるなっていうふうに考えたんで、正直、3の護衛する権利残ってますけど、正直、護衛したくないなっていうふうに今、現状、思ってますかね。というところかな、まあ、お隣さんはとりあえず釣ってもらって構わないんで、もう5番さん、芯追えないでしょ。5番さん、言ってることでやってることめちゃくちゃで、最終的に、5番さんがやったことってのは7番さん殺してるだけですからね。もう5のシーンは終えませんね。てか5かシーンだったら負けですかね。ってところですかね。まあ正直消去法で4がシーンだったのかなって感じですか。そうだね。
けど、5番さんのすごいなって思うところは本当に3級ローロー4強陣であるかなと思ってしまったところぐらいですか。じゃあゴズリで。全プレイヤーの発言が終了しました。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。うん、できれば8守り入れてほしいね。唯一の隠し色なんで。うん、3級ローロ噛まれない。噛んだとしても、グッジョブに見せかけて9番を白くする作戦。3級ローロ4強陣、9番が 4に入れてるから、これに違う、来い以上って話。うん、9番自身はおかしな発言を言っている。うん、俺が仮に騎士を、まあ語ってましたけど、騎士らとして、騎士すらすることはリア強プレイなんですよ。私以外の役を持っていない人がやるプレイなんですよ。スラ、アーマーとは。9番自身が間違っている。騎士すらするってのはただのリア強ですよ。占いから騎士すら、ただのリア強ですよ。私の212の占いが騎士を語って、3、4をすらせるのは頭脳プレイですよ。うん。9番自身が間違ってますよ。うん。間違った人狼殺を行っている。そしてニヤニヤしながらおごって、心がおごっている。これは狼の特徴ですよ。8番。真面目なプレイヤーは真剣に話すんですよ。私が信頼以上。ふざけてるわけにはいかないんですよ。9番が終始ニヤニヤして心が怒ってる。自分は白で見てもらえると思っている。このシーンはないだろう。そういうところが心に現れてるんです。1番、2番の必死さに比べて。3級ローロ、4強陣。色は見なくても3級。9番が4番に入れてる以上。3級ローロ。9番というのはおかしな発言をしている。5番が役を持っていて信ぐらない。で、なぜスラをする必要がある。意味がないんだよ。スラアーマーするのは村なんだよ。それをしないから釣ると言った。その発言が黒いんです。だから占いました。やはり3級ローロでした。できれば8番守ってほしい。8番が唯一の隠し色、村の。以上。夜が更け更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。6番、8番のプレイヤーが発言します。一黒マークしました。とりあえず占い 3CO の盤面ということで、3を釣ったとしてもPP はないよね。はい。だから、3に行こう。3に行って、3番さん目線っていうのは、3番さん目線っていうのは4号があるかなって発言していたが、4って、4、8、6以外って、4投票しているけどね。だから、3目線って、4強で応じてんの方が、普通かなって昨日発言聞いてて思いました。3いきます。9番のプレイヤーが発言します。まあ8番さん、人の発言をちゃんと聞くっていうのはすごく大事なことだと僕は思っていて、3番っていうのは4号ローロだったらいいなって言ってるんですよ。4号ローロで追ってるって言ったり、6番の黒を追ってるっていうような、まあ6番さんの騎士とか、8番さんの隠し色さんとかは、ちゃんと話を聞くところからスタートした方がいいと思います。まず2番さんはね、9番に対してこびるんやったら、一旦自分のブーメランを抜いてからね、9番さんにアンサーを求めてください。僕視点で5番が確定2世で4番の2世要素を拾っているので、3番が真なんですよ。わかりますか？ 2 番さん。ね？
5番が黒打ってきてるから確定二世。4番の二世竜言いましたよね。もう一回言いますか。4番って1周目だったら3、4の審議差つかんよなって言いつつ、審議差をつけずに、どちらを釣るかを明言しなかった9番が臭いと言った割に、3、4どちらを釣るかを明言していない2番に対して印象がいいと言っているんですよ。4番もめちゃくちゃなんですよね。上がりますか。だから、俺視点4番、考察上2世、5番って黒ってるから2世だから3が真、6番って黒すごい先で3番になってるだろうから3番噛まれると思う9番がおかしいです。いいですか ?2 番さ。まあ、1番はおかしいよ。1番が思うのはおかしいけど、僕が思ったのはそういう理由ですよ。2番さんこそね、すいませんでした。人に、釣り位置明確に言わないからおかしいって言ってすいませんでした。僕もやっちゃってました。もうこの一言で僕は2番さん、わかりましたって1番投与するんだから、2番さんはね、しっかりと、一旦ブーメランを抜く作業してから考察をしてください。はい。はい、お疲れ様でした。1番のプレイヤーが発言します。はい。まあね、俺はね、3番が噛まれるって言って、本当に噛まれたら縄余裕が2本できるんだから、俺は3番シーンと思ったからね。噛まれた方がお得だし、2番9番ローダーで実施点勝ち確だから、本当に噛むんだったら面白いなと思って言っただけですけどね。はい。どうなんだろうな、多分ね、5番が狼だと思うんだよね。昨日の盤面下での9番黒打ちっていうのが。だから、3番は強靭だと思ってます。で、ラストルフは5番を擁護した2番かなって思ってますかね。1周目のはず盤面下で。ほぼほぼ5番にヘイトが溜まってる盤面下で、2番っていうのが5番から狼要素、非人外要素、釣りたくないっていうので、例の使用して、視点を変えていった人物だから、5番が狼で2番と繋がって、3番強靭かなって現状は見てます。はい。いや、噛まれるわけないやん。知っとるがな。どんだけゲームしてると思っとんじゃい。噛まれたら噛まれたで、俺は2番、4番シーンと思ってるから、3番シーンと思ったから、ラッキーと思ってましたけど。はい。かな?ちなみに俺はね、4番に行くって明言してました。8番がおかしいから4番に行くって言ってましたよ。はい。じゃあね、バイバーイ。2番のプレイヤーが発言します。はい。俺4番、投票先言わないからごめんなさいって言わないですよ。はい。投票先言わないって言ったことには、投票先を言わないという行為自体が、4の人外を、補足するための作戦なんで、言う必要ないです。はい。俺釣ってもらっていいっすよ。俺釣ってもらって明日1釣ってもらえれば結構だと思ってるんで。うん。1が仮に村だったとしたら、9にも視点向けなきゃいけないんですよ。3に世だと思ってるんでしょ ?3 に世だと思ってんだったら、9にも視点向けないといけないんですよ。だって3強陣で追ってるんでしょ ?1 番さん。ってことは、9の票が4に入ってるから、9狼っていう線も追わなきゃいけないんですよね。それ追えてない視点でもうダメっすよ。うん。俺釣って1釣ってください。以上です。3番のプレイヤーが発言します。もう1つって終わりましょうよ。2番さん1号ロールを4強陣じゃないですか。で、自分昨日6ローって言った覚えがないんで、すいません、言い間違いだったら。9番さんはよく聞いてくれてるなって。そう、4号ロールだったら1日早く終わってたんでよかったなって言っただけですよ。1番さん釣ってください。終わりますよ。8、9、ムラムラ、2もムラ。ですね。はい、1番さん釣ってください。どうしても安定進行で自分からだったらいいんですけど、そうすると、結局3球ロールとか追うってことですよね。めちゃくちゃジャジャと思いますが、素直に1言ってくれると、もうゲーム終わるんで助かります。まあ、1番も自業自得だよ。4番に投票、3番に投票するんだよ。ライン切って相方をはめずに導く。だから負けんだよ。はい、ありがとうございました。そりゃねえぞ。はい、ありがとうございました。だってもう5番だもんだって。いや、5番ロジックで置いてるから9番にして向かないだけだよ。いや、でも
ダメ、あの、やばくてもバレちゃダメだよ、一番さ。いや、5番棒で追ってる時点でおかしいからね、そもそも。うん。いや、盤面上212ってさ、狼が出てる可能性が高いじゃん。もう4の色結果見ずにして4の陣が補足してるから、俺は。うん。いや、2番さんだから、僕もね、僕も4の補足してたから。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。それは申し訳ないですよ、本当に。まあまあ、俺は言ってないのは理由あるからね。うん、そこだけちょっと、はい、お願いします。いや、分かってるよ。4の陣が補足してるのはね、だからこそ8番さんいいなと思ってたんですよ。9と2がニヤニヤしながら1を殺すっていう。キモ